我が国は麻薬や現在起こっている他のあらゆる犯罪によって内部から毒されています。麻薬カルテルはアメリカで戦を仕掛けており、今こそアメリカがこの戦でカルテルと戦う時です。ジョー・バイデンはアメリカに敵対する立場を取り、カルテルはかつてないほどの金を稼いでいます。10倍です。こんなことはかつてありませんでした。彼らは大企業です。 私たちの最大手企業のいくつかよりも大きいのです。バイデンの国境解放政策は我が国に対する致命的な裏切りです。私が大統領になったらカルテルを倒すのが米国の政策になります。アイシスとアイシスカリフを倒したのと同じように、そして今日の状況とは全く違って私たちは非常に強固な国境を持っていました。実際この国の歴史上最も強固な国境でした。 麻薬は45年間で最低でした。私たちがたった2年前にやったようなことはかつてありませんでした。私たちは毎日麻薬カルテルに容赦しません。麻薬密売人はこの地域の海域を利用して地質性の毒物をアメリカに輸出し、多くの国民を殺め、家族を破滅させています。 強力な国境警備を回復することに加えて私は米海軍を含む必要なすべての軍事資産を展開し麻薬カルテルに完全な海軍金融措置を課します私は以前にもそうしましたがうまくいきました私たちがやったことは信じられないほどでした西半球の海域が我が国への違法薬物の密輸に利用されないよう保証します さらに国防総省に特殊部隊、サイバー戦、その他の公然、秘密の行動を適切に活用し、カルテルの指導者、インフラ、活動に最大限の損害を与えるよう命じます。主要なカルテルを外国テロ組織に指定します。 国際金融シスステムへのアクセスを遮断しますまたメキシコで行ったようにこの地域の近隣諸国政府と前例のないパートナーシップを築くよう努めます。そして忘れないいでくださいメキシコだけでも推定10万人の民間人がこれらのカルテルの手によって悲劇的に殺められたり行方不明になったりしています。 メキシコ政府は非常に立派な人物によって運営されており、大統領も本当に懸命に働いていますが、うまくいっていないのです。これらのカルテルは凶悪で暴力的であり、今のところメキシコは窮地に立たされています。私たちはメキシコを助け、カルテルを窮地に追い込む必要があります。 この脅威を止めるために他の政府から全面的な協力を得るか、カルテルが残忍な支配を維持できるようにしている賄賂、リベート、報酬、汚職のすべてを暴露するかのどちらかです。そして、それは確かに残酷です。最後に、前にも言ったように、麻薬密業者と人の売り買い業者に 死をもって償う、刑を課す法律を可決するよう議会に要請します。バイデン政権の麻薬、カルテルとその同盟者たちは数え切れないほどの人々の血を流しています。何百万もの家族や人々が破壊されています。私がホワイトハウスに戻ったら、麻薬王や凶悪な密売人たちは二度と安眠できないでしょう。 私たちは一度それを成し遂げました。そして誰よりもうまくやりました。わずか2年前ほど良い国境はありませんでした。それは強固で、強力で、世界中で尊敬されていました。そして今私たちは世界中で笑われています。私たちはこれ以上そのようなことを許すつもりはありません。私たちは引き継がなければなりません。私たちは厳しくなければなりません。 私たちは賢くなければなりません公平でなければなりませんすぐに何かしなければ私たちの国は消滅してしまいます